バニラスライスの作り方。今回はとっても美味しいバニラスライスのレシピをご紹介します。簡単で少し甘いものが食べたい時などにぴったりです。バニラスライスはとても美味しいデザート。よく食べられている国々では、誕生日や特別ナビなどに用意する人も多いです。 素晴らしい香りが食卓を包み込み込んでくれます。冷やしてしっとりとした食感になるとさらに美味しいです。レシピの前に少しこのデザートについてご紹介。フランス発祥と言われているデザートですが、南アメリカでも広く親しまれています。バニラスライスはパイ生地を何層にも積み重ねたケーキです。 もちろんパイ生地を焼くわけですが、それがこのデザートの要となります。作ってみると想像以上に美味しくて、あなたもきっとファンになりますよ。ですが健康に気を使うことは第一です。デザートは適切な量を適切な頻度で食べるようにしましょう。バニラスライスを作るのに必要なもの。テイストリークリーム。材料。 無塩マーガリン、360G。卵、6個。牛乳、125 m L。ピスコ、15 m L。長方形のパイ生地、2枚、300G。バニラエッセンス、15 m L。砂糖、90G。粉砂糖、45G。 コーンスターチ、45G。手順。1、まずはペーストリークリームを作ります。コーンスターチと牛乳少々を混ぜておきます。2、別のボウルに卵を溶いて、砂糖とマーガリンを加えて混ぜます。3、残りの牛乳とピスコ、バニラエッセンスを鍋に入れて火にかけ沸騰させます。 4. 火を消して3を入れて混ぜます。5.4を再び弱火にかけ、1を入れます。6. 完全に混ざりとろみがつくまで混ぜ続けます。塊がなくなるまでしっかり混ぜてください。7. 火を止めて粗熱を取ります。その間も塊ができないよう混ぜてください。8. 冷蔵庫で冷やします。 パイ生地で層を作る。手順。1. パイ生地を半分に切っておきます。2. クッキングシートを容器に敷いて、パイ生地を並べます。3. クッキングシートが浮き上がってこないようにしてください。4. パイ生地に砂糖をまぶします。5.180度に温めたオーブンで15分焼きます。 6. 焼けたらオーブンから出して、オーブンラックなどに置いておきます。7. ペーストリークリームを冷蔵庫から出して、滑らかになっているか混ぜて確認します。ペーストリーバッグに入れます。8. いよいよバニラスライスの仕上げです。パイ生地、クリーム、パイ生地、粉砂糖という順番で重ねていきます。9. これをお好みの大きさになるまで続けます。十、最後に粉砂糖をまぶします。十一、冷蔵庫で冷やします。